友禅を最強にしたい男、アッキーミロです。はい、続けていきます。今回は引き続き訓練していくんですけど、いや待てよ、鍛錬だ、すいません、訓練じゃない、鍛錬をやろうとしてたんですね。政治を100にして知略の赤特技取りに行きます。それとは別に、前回北平攻め込まれて防衛成功したんで、援軍に来てたこの両党かな、兵が1万8000しかいないんですよね。まあ、自分が平原の大使なんで攻めることはできないんですけど、北兵が攻めやすいように兵をちょっと輸送したいと思います。こっち30万近くいるんでね結構米買うのも金かかって大変なんで、あげるよ兵、輸送先、北兵、兵士10万、いや4万ずつしか送れないのか。お願いします。まだまだどんどん輸送するよ。輸送先、北兵、4万、これで8万か。まだこっち25万とか。お隣さんがいくつあるんだろうな。いやでもいいや、もう一回やっぱ輸送しましょう。これで12万、こんだけありゃ攻めてもいいんじゃないでしょうかね、北兵の賃貸さんまあ賃貸さんにお任せしますけどね。うん、こっちは計略残り1回か。そう、さりげなく龍禅の偵察を習得するために何かしら計略をやるっていうのもずっとやってるんですけどね、なかなか偵察も覚えません。っていうか炎章ももうちょっとで投用できそうですねまあ仮に賃貸さんが攻めなかった場合は投用して奪っちゃいます。はい、炎章がこっちに寝返ると言っております。これで、でもあの都市何だったっけな、両党か、両党の都市ゲットです。 OK、 これで炎章は残りこの5都市だけですね。こっちも攻めたいんだけどな、ここで訓練して覚えてくれないとなかなか前に進めないんだよな。まあその前に今鍛錬中ですけど、政治の経験値97まで来ました。これで100になるかな、あと1ですね、これで100です。これで市場だったっけな、市場で見分していけば、なんだっけ、知略か、知略を覚えられるはずです。義援が訪ねてきました。妖術いいよ、おう、ようやく覚えられましたね。再び義援が訪ねてきました。今度は劣化を習得できたようです。あ、パパワーッと押してたら飛ばしちゃいましたはい、これで龍禅様知略覚えました。あとは人徳だけですね。ちょっと訓練もいいんですけど、先に魅力100にしちゃいましょう。背景大使陳武が劉備の方に寝返りましたね。ずっと繰り返しております。お、なんかイベント発生しました。なんだ、皇帝に呼ばれたのか。もしかして劉備皇帝になっちゃう。漢中王の位だ。そうか、もう劉備漢中落としてましたね。おめでとう劉備、原作通り漢中王です。うん、原作通りっていうか史実通りって言った方がいいなこっちは宝冠さん落とすために遺憾の刑を続けております。65か、もうワンチャンいけるんじゃないかな。これで55でしょ。さあどうだい宝冠さん、こっちにいらっしゃい。ダメだな、意外に硬いです。もうちょっと下げましょう。はい、何人かで罹患の刑やったら馬術帝だったかなで来てくれるっていうようになったんで、やります。都督だから何としか手に入るか、もしかして。いや刑だけでした、まあいいでしょう。お、
これは防衛ではなく攻めですね。賃貸君が勃海へ向けて出陣いたします。援軍いいよ。そうか、こっちが輸送してた兵をそういう風に使うか。まあこっちが領土を東洋で取っちゃいましたからね。でどうしようかな。そう、諸葛閣は先方が何もないからな、連土ぐらいしか使い道がないんだよな。郊外さんも一応忠誠100にしてあります。戦争で自然と仲間になっていました。あとはそうだな、柿野さん連れていくか、いやこの庭園師連れていくか。でもな、先方は柿の方が強いんですよね、確か。行き過ぎ行き過ぎ。やっぱりそうだな、柿の方が車係があるんですよね。柿の一緒に行こうぜ。標準で個別、あでもそうか、郊外も弓の方が得意なんだな。でも諸葛閣は面倒だ、それ以外に使い道がない。ちょっと待って、郊外矢嵐持ってんのか。あ持ってる。じゃあ郊外は土兵でいきましょう。連打だと多分追いつけない気がするんで。あとは重機になってるから大丈夫かな。賞金さん重砲、まあ一回一人ぐらい歩兵いた方がいいっすね。これでいきましょう。はい、5ターン目に入り援軍来ました。ただ一度に全部は入りきらなかったようですね。おお、鼓舞炸裂。一体どんな状態なんだ。なんか敵砦にいない気がしますね、これ。やっぱりどうやら本拠地の方で待っているようです。相当時間かかるな、これは。頑張って移動します。はい、なんか北側の山に敵いますね。これは無視しちゃっていいのかな。まあ、ちょっとこっちは上まで行く暇ないんで、あっちは本体に任せようかな。はい、前線部隊が城の前まで到着しましたね。私たちも一応続いてはいるんですけど、バラバラに到着してるから数的に不利な気がする。そして上は船で戦ってるな。でこっちはこっちで、お撃破、素晴らしい。一回総大将が現実してたんで、それで混乱してた感じかな、相手は。いやー、あの船もう限界でしょう。あと1700しかない。やっぱ攻めてるときはバラバラに行くから、そこで一気に数減らされちゃうな。お電報が聴覚に正射か。よし、よく外した。なんか連動ばっかしだったな。連動、まあ本体も頑張ってくれ。敵の混乱もだいぶ収まっちゃったようですね。917781、もう限界でしょう。しかしこちらの指も届く。やらしい、あるかな。ある、 75% くれー。そのやらしがあるから土兵にしたんだ、思い知ってくわ。しかも混乱いいね、ナイスです。郊外さんだ、マイクの毒なんてこったい。レーン炸裂3400、いいね。あかんな、混乱中の部隊にガンガン撃たれたらこっちが不利。くっ、しかし相手も混乱はしている。あ、騎兵が来やがった。あ、長吾さん、こちらが総大将ですね。指炸裂4000、強い。どうしようかな、移動しながら攻撃するか。こっちも本陣の方近づかないといけないんでね。先方、いやーはいいやー。じゃあ通常くらい1300。龍禅様、鎮静届かないよね。シュン成功、混乱しろ、いや恐怖しろ、しないか。よし、いよいよ混乱中の部隊に攻撃。
そうだ、まず倒せるやつから倒すんだ。カヒノも到着したけど、これ回り込めねえな。カヒノじゃあ鎮静成功しないだろうし、やりますけど。あ、来た来た、成功しました。ごめんね、カヒノは侮っちゃった。なんとかあの連動部隊を倒したいんだけど、とにかく数が多い。関東さん、炎症倒したっけ。援軍の士気アップ。やばい、集中砲火耐えられん。城郭の方に来た、見たかーって混乱はしてないわけ。よしよし、上の方も上陸を始めている。4400、 OK、 式アップ。左の方がだいぶ詰まってるから右から上陸してほしい。ここはやっぱ詰まってて進めないっすね。ダメだ、右から行かないと。頑張れー、その上の騎兵隊。こっちはどうしようもできねえじゃん。あー、過食が捕まりました。まあ1スペースできたっちゃできましたけど、これで。いやー、ほんと連動の集中砲火が痛い。これがもう聴覚もやられるのは時間の問題だな。なんとかこの超音を撃破できればいいんだけどな。いやー、やっぱまだ時間かかるな。そのうち混乱しそうで怖い。あぶねー、妨害さん、あとちょいだな。龍然、治癒ができるか。てかむしろ治癒しかできない。霊力、治癒、超火薬。よし、だいぶ回復した。電報さんの連動部隊はだいぶもう減ってきてるでしょう。つっても6000ありましたけど。突撃だ、いいねー。カヒノ、やべえ、なんもできねえ。山の上からも移動できねえし。お、一部隊上に行ってくれました。太夫か、あれ。しかしもっとだ、まだ全然足りない。あー、挑発受けた。回復した聴覚さんなら全然いいよ。なんか右は右で詰まり始めてないか。みんな頼むよ。郊外さんのターン、よーし、ようやくここまで来れました。先方を食らうがいい。いやでも、やらし 52% か。射撃だ。ちょっと森じゃないやつにやらしを取っておきたいです。そして龍然は治癒5300のやつ。よし、1万になった。 OKOK。 くそー、聴覚突撃よりも拡大やってくれ。よしよし、総大将の兵数は確実に減らしてっている。しかしこっちは何もできん。鎮静、よし、裏から連動部隊攻撃してくれてる。分かってるね、連動を先に叩こう。賞金さんも何もできねえ。鎮静ぐらいか。ダメか、郊外の方に来たか。まあいいでしょう、部隊が分散してくれるだけでありがたい。連動部隊はまだ遠い。また挑発か。電報さん、ほんと好きね。向こうも余裕はないはず。後ろから来てる部隊が来る前に倒さなければと相当焦ってるはずなんでね。かくらん、混乱はすんなよ。したー、いいね、連動部隊の聖者成功。しかもレベルアップ5です。よし、外してくれた。妨害さんのターン、城へは入れさせん。ここは封鎖だ。先方、
乱射だ、くれ。外した、決まった、味方に撃った。うん、やっぱり乱射は危険しかないな。鎮静、よし、二人とも治りました。そして聴覚は連動に攻撃と。電報さんまだ5000もあんな。ここが何もできないのがほんと痛い。城に攻撃してんのか、城じゃなくて部隊に攻撃してくれ。よしいいよ、2071。マジか、ちょっと目の前です、倒しちゃおう。くれ、撃破、指揮アップ。そして龍禅は鎮静。龍禅が完全にサポート役になってるな。突撃、聴覚突撃のレベル低いんじゃないのか。どうになりました、やっぱ低かったな。総大将も確実に減ってきてはいる。しかし、しかしまだ4000ある。よし、後ろからガンガン攻撃だ。2040、1700、まだ数がいっぱいだな。消火だ、火を消せ。ちょっとしか消えなかった。諸葛角、おっそ、これ間に合わないんじゃないか。おお、聴覚が捕まった、というか退却した。そうか、もう兵ゼロになってたか。あ、でもスペースが空いたんでな、あそこに潜り込みたいな。郊外さんの方に撃ってきてるか。こっちは正規兵の方か。お、後ろに下がってくれた。なんか賃貸さん混乱したけど治ってる。郊外さん、ここから動かないよ。お前らを城の中には入れさせん。まあ一歩だけ動いちゃったけど。先方やらし、くらえ。 60%、 ヒットしなかった。中隊さんに防がれました。よし、流星行くぞ、突っ込め。戦いたくて戦いたくて仕方なかったんじゃ。先方、車係突撃だ。しかも連携、当てろ。うわー、外した。こういう勢いに乗ってる時ほど外すんだよな。突撃はヒット。突撃のレベルが5にアップしてます。火の方も火消さないといけないか。くそー、早く消火だ。照射してる、照射なんかしなくていいから敵攻撃してくれ。2264。おお、電報郊外さんの方に来てる。やはり城の中に入りたくて仕方ないんでしょうね。邪魔だ、やつをどかせーと。どんどん連動部隊が下がり始めてる。いいよいいよ、スペースできてるよ。勝者部隊に攻撃してきてる。郊外に火だるま、火や炸裂、燃えちゃった。総大将が突っ込んできた。当たるか。そこにいるということは分かってるね、総大将。5000、素晴らしい力。守備隊に突っ込んできた。混乱してる。攻撃倒す。はい、撃破、チキアップ。そして龍禅様リベンジ。斬撃か、使えるのは。ちょっとこの配置はまずいな。奥に行こう。ここで乱撃くらえ。ヒッツ、もう一発ヒッツ。さらに連携で外した。なんか連携入ると外すな。いいよ、味方部隊連動攻撃しております。そして挑発を受けてるわけでもないのか。総大将を狙ってくれてる。
鹿日のとどめじゃ。いいとこ取り、総大将倒した。あとは残党狩りです。賞金もついに攻撃できます。食らいなさい。あーでも乱撃か、ちょっとこの位置の乱撃がやだ。龍勢に当たってしまう。通常攻撃、お諸葛閣も攻撃届きます。うーん2800人か、乱射中か、くれ。 OK、 電報撃破。そっち味方やめて、諸葛閣。諸葛閣は弓だったら戦法あるんだな。歩兵はなんもないけど。よーし、シュータイム撃破。諸葛閣に攻撃か。今だーって、そんな諸葛閣狙っても仕方ないと思うけどね。どうせ狙うなら総大将とかにしないと。はい、これで終わりでしょう。あと1部隊、これの数は多いな。1万か。先方やだし、 52% いけん。外した。王院さんか、龍禅さん突っ込め。ここは奇襲とかか、ポイントねえな。通常攻撃、もう局のやつでやってもレベルアップしないですからね。残り7000。はい、諸葛閣の攻撃で戦闘終了です。攻撃が龍備軍の勝利です。圧勝。炎章解放されました。もう何回炎章捕まってんだろう。あれ今回はあんまり仲間になんない、2人だけか。いやそうでも3人でした。うーん、龍禅は先行入ってませんでしたね。テーフが北平の大使か。お、北方からの使者が来ましたね。騎馬民族だ。あー、これで、あの、3機が使えるようになるのかな。屈強な騎兵を必要とされている声です。はい。山岳地形での攻撃を得意とします。これめっちゃ便利なんですよね。3機をお使いください。ありがとう。では、今度我らは、行と思ったんですけど、行は炎症だから計略じゃ落とせないな。じゃあ寛福さんでも落としにかかりますか。任せてくだされ。龍禅はダメか。よし、徐々に徐々に周りを固めていきましょう。逃げ道はないよ炎症さん。と思ったらすぐさまちっちゃい君が行攻略の行を出すそうです。早いな、休んでる暇ねえじゃん。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。